つもご視聴いただきましてありがとうございます。大糸線の、全線の動画、JR 西日本の非電化区間、それから JR 東日本の電化区間に分けて、全線、アップさせていただきますけれども、まずはどうしてもあのこの区間だけは見ていただきたいということで、大糸線非電化区間の小滝駅から平岩駅までの後方展望、だけをまずは、ピックアップして、お出しいたします。どうか、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。Thank you.
Thank you.